はい、どうも亮平です。よろしくお願いします。はい、本日1月3日、千葉県船橋市の前原スポーツさんに来ております。ということでね、新年初売りセールですよ。ということで、今12時ぐらい、開店から2時間もずっとお客さんだらけで、もうねレジも行列になってたりとかで、僕らも接客等々いろいろやってきて、ちょっとね、一段落したということで、この前来たばっかりではありますが、それから増えてるグローブとかもあるので、ちょっとグローブ紹介していこうと思います。はい、ちなみに今回すごいんですよ。2020、安すぎる。これ公式ですもんね。公式グローブで、まあザナックス、もう今はナイキ、アンダーアーマー、いろいろありますね。ありがとうございました。まあ昔のグローバネリットね、あれも2ピースのやつがあったりとか、こんだけ安くなってるので。さっき見ましたけど、これかっこいいですよね。そうっす、こういうのもね。まあもう多分動画上がる頃でもないですけど、また来年もこんな同じようなことやってるよっていう感じですね。はい、公式グローブコーナー、この前もずらっとちょっとずつ紹介してきたんですが、かなりね、今年はキャッチャーミットが売れたんですよ。お、すでにかなりなくなってますね。キャッチャーミットってプロ選手モデルがよくあるので、こんな感じですよね。小林誠司選手モデル、渋い。はいはいはい、これもね1個売れてるんですよね、今日もすでに。お、なるほど。はいはいはい、これね、一応ローズブラウンになるのかな。ローズブラウン、ちょっとこうエンジがかかってますね。そうそうそう、まあブラウン系なんで高校野球でも全然大丈夫です。Z のところで言うと、これが森選手モデル。これが前来た時置いてなかったかな。小林選手モデルはすでにまあ何個も在庫置いてあるので、まあそれでも今日もう売れちゃってますけどね。まだ残ってはいるんですが、これがでも高校ね、野球部役対応ですもんね。うん、森タイプ、森友哉選手モデル、これは多分なかったかなとは思うんですけど、レギュラーバックスタイルのちょっと横型かなって感じのキャッチャーミットです。結構赤く見えますね。まあレッドオレンジですからね、発色はいい、いい赤。はい、まあ、あとこれですよね、リクエスト。これも渋い、うん、またワンピースウェーブがちょっと流行ってきてる。そうですね、でも普通のワンピースウェーブではなくてね、片足っていうか、まあなっていたりとか、して、なかなか珍しいデザインのワンピースウェブですね。値段が6万円か、薄くて手なじみはすごいいいのかなといったようなグラブです。あとね、あと公式用でパーソニットなんですけど、こういうのもね、ちょっと珍しくないですか。なんかそのかっこいいって、ウェブがなんかスラッガーらしいけど、うん、そうそうそう、スラッガーのミッドっぽいというか、うん、でバーガニーっていうね、ちょっとあの、まあ、シックな感じ、うん、色した大人の色した。パーソニット、これ公式用なんですけども、これもね、あの湯もみ加工済みで閉じるようになってたりとか、そこれもですね、うん、これもね前はなかったはず。1月かに来た時にはこれ確か置いてなかった気がします。これとかもなかったかな、前来た時。黒となんていうの、これグレーとはなってるけど、なんか迷彩、迷彩みたいな、ヒョウ柄、迷彩、なんかちょっとゴツゴツしてる岩みたい。そうですね、これもねプロエッジなんですよ。ほんとだ、うん、まあ落ち着いたかっこよさがあるグローブだなという感じがします。なんか最近軟式大人っぽくなってる。そうですね、もちろんね派手なグローブもありますけど、うん、この辺とかは限定とかまだ、うん、これ多分一応限定にはなるんだろうけどね、一応シックな限定って言ったらいいのかな。ちなみにいくらぐらいですか。これがね、3万3000の 20% 引き。生式用にしようちょっと限定価格みたいな感じ。うん、そうですね、ハウスも、まあ、ちょっとしっとりめでいいかなというような感じがします。なんだこれ、これやばくないですか。すげえ。一応旧タイプモデルの5本指仕様の源田選手モデル。これ限定、限定でしょ、どう考えても限定でしょ。定番なわけないわな、うん、まあ、限定とかは特に書いてないけど、まあどう考えても限定だよねといったようなグローブです。まあ、型はね普通の源田選手と同じような、5本指仕様、ここがね指股あるんで、5本指仕様の源田選手モデルではありますが、こんな色は見たことはありません。かっこよくないですか、なんか炭治郎。あ、言っちゃった、言わなかったのに。カラーグローブも並んでますし、
全部加工済みですか。そうですね。で、まあ、前原さんといえば湯もみ加工はね、スラッカーしてくれますから、ね、スラッカーはちょっと湯もみしないと使いづらい、使いが、なんか言い方悪いと使い方ちょっと悪いかなと。まあ湯もみして完成がスラッカーなんで、前原さんは全部ほぼほぼ全部ね、湯もみしてくれております。まあ僕といえばですよ、去年も、まあ去年イベント自体は僕参加できなかったんですけども、後日前原スポーツさんでスラッカーの、グローブ買っております、 DS1 を。で今年、今日一昨年か、一昨年もここで初売り時に、クロートスラッカー買っております。もうね、イベント時にグローブ買ってるんですよ僕。で今年ちょっと臨時収入はなかったものの、持ってかれたものの、今年もちょっとなんかね買おうかなとは思ってるんですが、いかんせんちょっと接客その連中頑張りましてあまり見れてないんですよね、僕がこっちの方。だからちょっとまだ決めてはないんですが、ちょっと来てもらっていいですか。まあこっちにもね、キャッチャーミット一通り、はい、これは軟式用の、軟式用のキャッチャーミットコーナーです。キャッチャーミットと左はファーストミット、今限定のね、ファーストミットあったりとか、スラッカーの方が限定かな、はい、あったりで、はい、まあ、こんだけやっぱ揃ってますよ。まあ、今後午後もねお客さんたくさん来ると思うので、その中で接客しながら、まあちょっとどれがいいかなっていう風に決めてって、これっていうのがあれば、今日もちょっと手を出しちゃおうかなという風に思っております。いやもうね、ちなみに皆さん、このキャッチャーミットで、はい、軟式で、はい、こう今だからおすすめできるような両平セレクトのキャッチャーミット、うんうんうん、もし何かここで今あれば教えてもらってもいいですか。お、まあ、ちょっとね、これは前回の、前原さん来た時の動画でも出したんですけれども、ファイターズの背番号23、伏見選手、こちらにね、ヒンマが F の23と、お、はい、なってるんですけど、まあ、僕は普段使わないかなっていう、めちゃくちゃ大きくて深い方ではありますが、ちょっとね、やっぱ畠山ということで、これは草野球人にはおすすめなんじゃないかなと。これはもしかして、まあ、これもありかなとは思うんですが、まあ、ちょっとやっぱね、いろいろ数もそれなりにあるので、ちょっともうちょっといろいろ見て接客しながら決めていこうかなと。まあ、他にもプロエッジの軟式のキャッチャーミット、これね、見えないと思うんですけど U ループなるものが入ってるんですよ、この中に。薬指リングみたいなのが多分見えづらいと思うんですよね、キャッチャーミットなんで、入ってるんで薬指リングがしっかりと、まあ、U ループっていうのかな、梅野選手の、薬指リングなんか入ってて、ここに、だからこれ見ればわかるかな。あ、こんなとこにないもんね、掛け紐。そう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 、はぁ、なるほど。だからしっかりと薬指リングが入ってるので、手の中がぶれないっていうタイプのキャッチャーミットになってるので、こういうのもね、おすすめかなと。まあ、ちょっと時間見つけながら、グローブどれがいいかなと、僕もお客さんとしてね、何か見ていければなというふうに思います。ちょっとまた後で買うか買わないかも含めて、もちろんね、グローブ以外にももちろんあるので、ちょっと正直そっちが欲しいなって思うことも可能性として出てくるかもしれませんが、それだったらそれだったで、またそっちの方の紹介もさせていただきます。じゃあちょっとまた後に飛びます。じゃあ接客行ってきます。さあ